ということで皆さんこんにちは。ただいま宮古寺快速奈良線のね快速に乗車中です。で本日なんですけどね、ちょっと王子駅っていうね奈良県にある大和路線の駅王子駅に行きたくてですね、行こうと思ってたんですけどね、まあ時間がね結構あるということですね。遠回りでね行ける路線、万葉まほろば線っていう路線に今回乗車していこうかなと思っております。遠回りで行ける路線ん、どういうことやと思われる方がいらっしゃると思うんですけどね、王子駅っていう駅にはね大和路線の快速で約15分で行ける駅となっているんですけど、万葉まほろば線を使ったルートで行くとなんと30分45分ぐらいかかるということでね、本日はその路線に乗車していきます。14時24分発普通高田行きにまずは乗車していこうかなと思っております。どんな景色が楽しめるのか今回はねいろいろ紹介していきたいと思っております。早速この227系電車2両編成の車両に乗車していきます。なんか緑色をよくワンマンカーで見かけますね。動画撮影をしていたらもう発車時間となり、まもなく列車は奈良駅を発車いたします。奈良駅を出ると次の駅は京畑です。電車は14時24分奈良駅を発車していきます。この先ちょっとだけ高架の区間を走行いたします。はい、ほんまにちょっとだけ、本当にねちょっとだけ高架の区間を走行するんですよね。高架の区間がね、はい、本当に一瞬で終わり、列車は一つ目の駅、難読名の一つでもある京畑駅に到着いたしました。この駅はですね、なんか昔特急列車が来たみたいな、はい、なんか昔特急電車が1回だけかな、来たみたいですね、臨時で。はい、乗りたかったですね、京畑。これね、難読名なんですよね、普通に。めちゃくちゃ難読名じゃないですか。わかりますこれ。京都の京に終わりと書いてね、京畑と読む。僕絶対読めません。これ、京州って読んでますね。はい、そして列車は京畑駅を発車すると、この通りなんか田園風景って言ったらいいんかな、すごいとこを走行します。でね、この万葉まほろば線っていうのはねそんなに速度は出しません。いや結構出してるか。最高時速は85キロです。100キロもそんなに出さないんですよね。まあ2両編成なんでね。この通りね、畑って言ったらいいんかな、畑の区間をね走行していき、もう田園風景ですね。これめちゃくちゃね綺麗な景色が広がってるんですよね。はい、奈良県のね奈良盆地かな、よう分かりませんね。そしてワンマン運転の一番後ろはこんな感じです。車掌さんは乗務しておりません、ワンマン運転なんでね。でモニターがあったりね、なんかタッチするとこがあったり、はしごもありました。列車は間もなく天理駅に到着するところです。その前にですね、なんかちょっとわかりますかね、これ何も止まってないえげつないほど線路があるんですよね。これ車両基地なんですけど、多分えげつないほど線路があってね、多分じゃねえわ、電車がいないんですよね。これどういうことでしょう。電車がいない車両基地、もうめちゃくちゃ線路引かれてるのに、はい、車両基地に何もいないってね、これ車両基地作る必要あるんですかね。ちょっとね線路多すぎませんか。はい、ちょっとどうでもいいですかね、そういうことは。でね、はい、そういう走行してるうちに列車は天理駅へ入線していきます。この天理駅はですね、なんか高架の駅なんかな、高架の駅なんですね。はい、高架の駅なんですよ。これ見たときびっくりしましたね。はい、南面南線は結構ホームはでかかったんで、駅は結構でかいんですよね。1,2,3,4、4面2線、じゃあ2面4線のホームですね。はい、天理駅をね、だいたい2分ほど、1分ぐらいかな。まあ、それぐらい止まって、電車はね、天理駅を発車していきます。これだけ見るとね、なんか新幹線の姫路駅みたいに見えるんですよね。わかります？姫路駅の13番線だったっけな。幻のホームとしてね、なんか今も言われているホームに見えたんですよね。一瞬だけね。一瞬だけですよ。列車は途中の名倉駅で対向電車、普通奈良行きと、
すれ違っていきます。向こうもね2両編成の227系電車、昔はねここ103系やったっけ、113系やったっけな、まあそういう昔の電車がね活躍してたんですけど、今は全部新型車両に置き換わってしまっております。227系電車、あのね225系とかね323系とかで使われているね車両と結構似てますよこの電車。はい、列車発車していきます。結構加速が速いんですよね。まあ例えると阪神のジェットカー、いやそれぐらいはないか、まあまあまあ JR の中では結構速い方じゃないんですかね、知らんけどね。はい、まあ2両編成なのかな、2両編成だから速いから、いや関係ないですかね。はい、でね、なんかあの僕がね万葉まほろバスに乗ってるとだんだん天気が悪くなってきたんですよね。なんかだんだん頭が痛くなってね、気候変動のせいか頭が痛くなってね、なんかちょっとだけ雨が降ってきたんですよね。そしてね高田駅終点に着いた時にはですね、この通りなんでか知りません、ゲリラ豪雨になってましたいやゲリラ豪雨になってたんですよね、もう意味がわかりませんよねこれ。僕がね万葉まほろバスに乗って高田駅着いた瞬間にこんなゲリラ豪雨になってるんですよ。ちょっと意味が分かりませんよねこれ、映像ではちょっと伝わってないかもしれませんけどね。はい、なんかめちゃくちゃ雨降ってました。あのかなりね天理から結構飛ばした映像飛ばしたんですけどね、あのあんまり撮れなかったんですよね、混雑してて。はい、列車はね高田駅を出発していきます。また新しい227系電車、今度は和歌山方面から来たね和歌山線のね、227系に乗って終点の王子を目指したいと思います。王子までは約、残り15分ですね。はい、でねこの先終点の大瀬駅まで全てのドアが開くということでね、ワンマン電車っていうのはね1両目の一番上の上じゃないわ、一番ね端っこの扉、運転席側しかね扉が開かない設定になっているんですがね、まあこの先の駅は全部駅員さんがいるということでね、有人駅ということでね全部扉が開きます。先ほどね高田駅はゲリラ豪雨だったんですけどね、あの通り見てください、あの雲に覆われてたんですよね高田駅は。はい、びっくりしましたね本当に。そして列車は JR 五井戸駅に到着いたしました。でねやっぱりね時間があってね遠回りのルートとかね結構最高なことが多いんですよね。やっぱりこういうのどかなところを走ることが多いんでね、やっぱり僕はね遠回りのルートっていうのはねまあやっぱり好きですよね。はい、近道っていうかね15分でねまあ王子駅には行けるんですけどね、こうやって45分でね王子駅に向かうってこともね結構僕はね好きですね。はい、初めてね今回万葉まほろば線っていうね電車に乗車したんですけどね、結構ねもう見どころっていうのがあってね、またね皆さんがね乗られた時にね見ることをおすすめします。田園風景とかねジョイント音も最高ですよ。そして王子駅ね到着する際には201系電車、こちらは JR 難波行きとなってね、ただいま留置線かな、うん、にいますね。はい、これからねどっかに向かうでしょう。そして227系電車、こちらは和歌山方面向かう、多分回送ですね、いつか和歌山行きになりますねこれ。はい、4両編成ですね。ということで列車は王子駅に到着いたしました。奈良駅を出て45分後、普通なら15分で行けるところを今回45分で行ってみましたが、いかがだったでしょうか。やっぱりね遠回りでしかね味わえないね風景とかもあってね結構良かったと思います。皆さんもねお時間があるときにはぜひこの万葉まほろば線、別名桜井線にね乗ってみてください。あの桜井線っていうのはまあ高田までなんですけどね、まあこうやって寄り道することを皆さんにはお勧めします。時間があるときはぜひ寄り道してみてください。今回の動画はここまで、ご視聴いただきましてありがとうございました。